はい、ゆうすけです。今回はジョジョ SS の、SR&SSR 的中率超絶アップの期間が来たんで、今回も5回引きたいと思います。はい、で今回は的中率 SR 以上の的中率アップに加えて、あのキャラの超超アップですね。ジョータロとディオの的中率が超超アップになってます。はい、で今回降臨ガシャですね。降臨ガシャなんで、あの過去に出た降臨限定の SSR のディオとボルナレフ&イギーもゲットするチャンスですね。はい、で新キャラが、降臨限定キャラ3体目の SSR の空城城太郎ですね。はい、とあと SR のカーズです。はい、はい、というわけで5回引きます。今回もう負け抜きで、はい、僕はあれですね、先導パワーの SSR のツェペリと、ザ・ワールドのディオが欲しいですね今。うん、まあ、持ってない SSR だったら嬉しいですけど。はい、じゃあ引きます。あとは SR のブラフォードも欲しいですね。さあ1回目、オラオラで稲妻来てる。お、勝手に来た。あー、金。あ、いきなり来た。カーズ。なんかダンゴムシみたいですね。おー。リーダースキルが柱の男と吸血鬼のアタック 25%。アタックプラス 25% と移動距離プラス 15%。範囲内。米型の敵に 350% ダメージを与える。範囲が重なると、さらにダメージを与える。消費ゲージ 2.5。 アビリティが5ヒット目にプラス 300% ダメージを与える。はい、とりあえず新キャラゲットしました。1回目。はい、じゃあ2回目引きます。やっぱザ・ワールドのディオがかっこいいんですよね。ディオが好きなんで。はい、レア、嬉しい。ボーナス3回目。お、オラオラ稲妻来た。でカットイン。あー、金か。あ、Jガエル、よし。これがなんかあんまり重なってなかったよな。7か。あ、2上がりましたね。これオッケー。よし、4回目。SR はいい感じに引けてますね。シュトロハイム。あれ持ってなかったのか。はい、5回目なんですけど、1回ボーナスで引いたんで、あと2回引きます。いやー、虹色見たいな、あの綺麗な虹色。お、金ね、金。あ、マニッシュボーイだ。よしよしよし。あー、あの青色の
SSR 持ってないですね、それが僕。あ、わからなかった。はい、じゃあラスト。おまけ来ないですね。まあでも SR3 体か、いいですね結構。お、あ、オラオラ稲妻で金来たでしょこれ。あれ、うわ上がらないんだこれ。うわー、しかもペットショップ。うわー、上がると思った今の。あ、来ましたね。この演出初めて見ましたね。あ、すごい上がりますね。はい。SSR 引けなかったですけど、SR がかなり多かったですね。はい、おまけ合わせて7回引いた結果、レアのシュトロハイムとアレッシーで、SR が新しいカーズと、J ガイル、マニッシュボーイ、ペットショップ、ペットショップ。はい、でしたね。7回引いて SR5 体なんで、まあいい方ですね。はい。で、忘れてましたけど、前回 SSR 引いたんですね、そういえば。はい。そうですね。青色と緑の SSR がいないんで、そこがそろそろ欲しいですね。うん。というわけで、また確率アップのガシャが来たら来たいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。